はい、今日もですね、YouTube の読者さんよりご質問いただいております。この方はですね、シーズン終わったらチューンアップに出そうと思いますが、チューンアップをやってもらうところは機械でやるところが良いのか、手仕上げでやるところがいいのか、どちらがいいですかって質問いただいておりますので、こちらについて教えてください。はい、じゃあお願いします。お願いします。まず、チューンアップをやってますよってところに関しては、ほぼ全部が、全部というかほぼマシンを使ってると思うんですよ。はい。でマシンを使ってそのままお渡しするところと、マシンを使った後に手を入れられるとこと、それが分かれるぐらいだと思います。なので、はい、手を入れていただくように指示を出すっていうか、チューンアップ屋さんに、はい、それをお願いしてお金を払うっていうことであれば、余分になりますけど、機械仕上げよりはよく滑る板で錆びにくくみたいな、エッジの処理もというふうになると思います。要は機械で仕上げれば粗いんで、その分だけ錆びやすいし、滑走面も酸化しやすいことが多いんですけど、滑走面に関して言えば そこまでは問題ないんですけど、その特にエッジですよね、はい、ステンレス以外のその鉄系のエッジだったら、はい、どちらかというとやっぱ錆びやすいので、機械仕上げは、はい、ザラザラな状態なので、それを慣らしていくと、仕上げていくっていうのが手仕上げだと思います、はい、それとやっぱりその先までこう研いでいかない限りは、エッジっていうのはどちらにしてもその早くこう、台形みたいな形になってしまうので、はい、角がやっぱりこう尖ったところまで出さないといけないっていうのはやっぱり手仕上げの方がいいと思います。そうですね。実際シーズン前にチューンアップ出した後と、今触ってみると全然多分違いますよね。それが早く訪れるんですよ。機械の場合は早くダメになってしまうことが多いんですね。最初はこう、ギザギザになってて、はい、先っぽが、はい、エッジが引っかかる感じがするんですけど、はい、すぐそれが取れてしまうと、もう全くこう引っかからないエッジになってしまうっていう、1か10かみたいな感じになっちゃうので手仕上げの場合というのはそれが徐々に落ちてくると思うんですよ。最後まで尖らしてますので、はいはい、だそういう意味では手仕上げまでやっていただいた方がいいと思います、お金を払ってでも、確かにエッジってすごい重要だと思うので、はい、そうですね。長持ちさせるためにも、錆びないためにも手仕上げを入れた方がいいと思うんですけど、その分お金がかかりますけど、はい、わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあお願いします。いつも YouTube チャンネル見ていただきましてありがとうございます。皆さんの中でそのスノーボードスキーの板で、維持の仕方、メンテナンスの仕方で、分からないことがありましたら、YouTube チャンネルのコメント欄の方にですね、どんどん質問の方をよろしくお願いします。スキー・スノーボードへの疑問を YouTube で回答します。滑り方で聞きたいこと、道具の選び方で聞きたいこと、道具のメンテナンス方法で聞きたいこと、体作りで聞きたいことなど、何でもお気軽にどしどしご質問ください。 YouTube のコメント欄にご入力お願いいたします。随時動画やコメントで回答させていただきます。今後も定期的に動画をアップしていくので、ぜひチャンネル登録を必ずお願いします。